ハリケン、クラスに一人はいそうなデブチャンネル。こいとも、ひゃひゃ。M のショタおいで。はい、M のショタです。ふえー、お姉ちゃんやめてー。ふえー、こんばんは。聞こえてるんでしょ。ふえー、虫とかやめてー。ふえー、つらいつらい。人生で一番しんどい。こいとも、ひゃひゃ。次行こう。どれ行こうかな、マジで。年近め、一緒にご飯食べよう。おい、ショタボ話そう。ショタボに夢を持ってる奴は全員俺が現実世界に戻してやる。もしもし。もしもし。こんばんは。こんばんは。僕、小学2年生。なんですね。ゴンギツネを最近勉強しました。おー。ショタボって何ですか？これともシャッシャッ狂気さえも覚えるほどのえへへでいこうかもし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 、どうしたの？キンキンさん、キンキン、お魚、キンキン、チンチン、なに、なんでこんな時間にこいともやってんの？あ、特になんもないです。なんだって？その声聞いたことあります。どっかで出会ってる俺たち。 YouTube で、なんか YouTube？ 何それ、初めて聞いた。なんて名前の人それ？もしかしたら僕の名前かもしれないね。名前なんですか？僕ですか？マイケル・ムーア。みざとっています。マミムメモっていうあだ名ついてます。誰？何のねのでもないよ。マミムメモだよ。逆に誰かと思ってたの。ちょっと教えてよ、そっちの名前を。何？あーから。あ？それってもしかしてさ、はい、デブ？確か100何キロみたいな。100何キロみたいな。あで始まって100何キロか。アケボノとか、はい、フォートナイトとかやってて。アケボノってフォートナイトしてんの？確かフォートナイト。腹割って話そうよ、ちょっと。一回外していいよ、声のエフェクト。はい、え、何、はい、ガン待ちしてた？普通にやってたらたまたま。嘘でしょ、よくわかったね俺って。結構わかりやすい声してます。ところで君は何をやってんの？釣って遊んでんの？さっきの喋り方は女の子で釣ってるよね、はい、完全に。みんな見てくれて嬉しいにゃんって、ちょっと一回言ってみていい？それではいきます。 3,2,1 どうぞ。すげえ面白い。男が釣れたら教えてください。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、失礼します。なんでだよ、なんで俺のリスナーを声友で女声で釣ってんだよこの時間に。声友、シャッシャッ。だいたい中学生の人話せだって。お前こんなネットで未成年を狙うのは許さないぞ俺が。うじょし、ごめんなさい。俺初めてなんですけど、声友、何喋っていいかとかちょっと分かんないんで、何喋りたいっすか？適正に話してますよ。俺中2なんすけど、同級生っすか？中1です。あ、中 1？ 年下じゃん。いえ。今年中学生始まったみたいな感じ？そうですね。すげえ。どう？中学校。めっちゃ楽しいです。めっちゃ楽しい。やば。上がってんじゃん。やるじゃん。なんか、チャラい？あ、俺っすか？なんかお兄ちゃんがこんな感じで、映っちゃったってか、なんかそういう感じで、それはマジ申し訳ないっす。あ、そうなんですね。いや、全然大丈夫ですよ。なんか敬語とか、なんか別、同じ人間なのになんで使わないといけないのかなって思って、あ、別、なんか敬語いらなくないっすか？あ、これ敬語っすね。ありがとうございます。部活何してる？部活はね、カラオケ行ってる友達と。あー、いいね。部活かどうかって言われたら、部活じゃないと思うんだけど、カラオケ好きだから、まあ、一応カラオケ部みたいな。俺らの中でカラオケ部だったら、もうそれカラオケ部じゃんっていう感じで、カラオケ部があるんだけど。ポポは、何入ってんの？部活。バスケ。バスケやば、マンジじゃん。陽キャじゃん。やば、半端ねえ。バスケ部ってやっぱしんどいの？しんどい。めっちゃ体育館とか夏は暑いし。そうなんだ。カラオケね、冷房ついてんのやばくね。やびでね、やる。帰る、君も。君も帰る、バスケ部。ここで速報です。僕、中学生じゃないんです。僕はゴリゴリの22歳です。そんなあなたにお母さんから手紙が届いています。読んでもいいですか？ありがとうございます。ポポへ。何やってるの？こんな時間に恋友なんてしたらダメでしょ？あなたはこれからバスケで世界を取って、そしてそのまま NBA へ入れようとしてるのに、こんな時間もバスケ縛ってはないけど、あなたが楽しいならそれでいいけど、お母ちゃんはあなたがバスケで生きていくためにバッシュも買ったし、シーブリーズも買ってあげたのに、なんでこんな時間に中学生を誘っているんですか？お母さんは悲しい。これからのバスケ頑張ってください。熱中症にならないように。恋とも、シャッシャッ。
誰か話そう、ショタボ。はい、行きまーす。もしもーし。お姉ちゃん、すごい声してますね。僕、小学校3年生です。なんで笑うんですか？飛び箱4段飛べるようになりました。すごい。すごくない？1段しか飛べない。1段？それ飛んでるって言うのそれ？ショタボって書いてたからさ、ね、俺しかいねえなって思って来たんだよ。僕が思ってるショタボとちゃうかった。なんで？だってそっちの都合で。僕なんでこうやって恋ともしてるかっていうと、僕今彼女作りたくて恋ともやってるんですよ。絶対無理ですよ。恋とも、ひゃっひゃっ。こんばんは。こんばんは。低めな声の方がいいって言って結構僕低い方なんですけど、大丈夫ですか？はい。ありがとうございます。いい声ですね。ありがとうございます。結構恋ともって可愛い声の方がモテるじゃないですか。人気じゃないですか、男の方は。この声でいくと拒否られるっていうか、全然捕まんなくてこうしんどいんですけど。そうなんですか。はい。もうなんか声低い人もいいよっていう人がいてすごい嬉しいです。いや、好きな声です。え、マジっすか。ありがとうございます。どんぐらい低い方がいいとかあります？もっと低い方がいいとか。結構これでもまだ高くしてる感じで、素の声じゃないんですよこれ。結構作ってて。あ、そうなんですね。はい、もっと低いんですよ。いや、低い声は大好きです。じゃあ一回、じゃあ地声出していいですか？待たせたな。こっちが地声なんですけど、低すぎておじさんみたいって言われて、よくみんなに拒否られるんですよ。これがどうもしんどくて声作ってるんですけど、まあでも本当はこれが普通の声なんですけど、声ともって最初のつかみが重要じゃないですか。そうなんです。最初やっぱこういう風にいかないとすぐバラララランって切られちゃうんで。で、なんで俺が今こうやって恋ともしてるかというと、はい、彼女が欲しくて恋ともしてるんですよ。なので言わせてください。楓さん、初恋です。僕と付き合ってください。いやお願いします。いや、もっといろんな方とお話しして考えてみたらどうですか？ですよね。こんな恋の人と付き合いたくないですよね。いや、分かってました。じゃあ他の女の人を探していきますね。ごめんなさいね。いや、初恋だったんですけどね。いや、うまくいかなかったということで。じゃあ、おやすみなさい。いい夢を。ありがとうございます。あ、失礼します。おやすみなさい。恋とも、ひゃっひゃっ。黙れって言われるの好きだって。おい、言いに行くぞ。黙れ。もしもし。こんにちは。黙れ。あ、こんばんは。どうしました？今日は黙れって言われるの好きみたいな身なんですけど。好きなんですか？あ、黙れ。なんでそんな笑ってるんですか？なんか黙れって言ったら、うん、わわわわんってなる。黙れ。はい。なんで黙れって言われるの好きなんですか？え、わかんないです。指摘されたりそういうのが好きなんですか？そうかもしれないですね。ああ、じゃあ俺が黙れっていうのはもうありですか？もう全然なしですね。じゃあもう一回言ってみますね。はい。黙れ。どうでしたか？いいか。チャカみたいな。なんすか？チャカ？鉄砲のことですか？ヤクザとかがチャカって言いますよね。なんかあれみたい。 DJ DJ って何の略ですか？日本に来てまだ3日なんでちょっとよくわかんないんですけど。日本の言葉じゃないと思いますよ。あ、日本の言葉、どこの言葉なんですか？ DJ って外国っていっぱいありますよ。アメリカなんですか？ DJ って。インドネシアなんですか？ DJ の発祥の地って韓国ですか？どこですか？ちょっとそこら辺はっきりしてくださいよ。なんでそんな嫌ですよ。俺明日から DJ はどこから発祥したのかなって気になるのは。どこですか DJ？ 何の略か知ってるでしょ。大体わかるじゃないですか DJ って。ダイニングテーブル。 J がないですよ。大丈夫ですか？ DT になりますよそれ。 DT。 ダニエル。人の名前ダニエルジョン。え、じゃあやっぱチュッチュクチュクチュってやってる人はみんなダニエルジョンなんですか？名前は知らないのに使ってるんですか DJ って。さすがに知ってるでしょ DJ の略は。いや、これはネタなしで俺は知ってますよ。ちなみに教えてあげましょうか、はい、DJ はダイレクト J-POP です。そうだ、だから日本で生まれたんですよ DJ。 いや、ボケてたんで。いや、もうダニエル・マーキャリーみたいな。誰ですかそれ。本当に知ってた？はい。おい、すごい知ってた。任せるっけ。すごい頭いいね君。頭いいね。すごい。じゃあここで一言。黙れ。じゃあ最後に、はい、じゃあ別れの言葉をください。あ、大丈夫。あ、大丈夫ですか？じゃあもう終わりですか、はい、ここで終了ということで、はい、ぜひね、ツイッターでアリケンって検索してね、よろしくお願いします。それじゃあありがとうございました。さよなら。